笹井和明、笹井和明2月22日から1973年1月12日は、日本の政治家、衆議院議員、本名、笹井明二郎、兵庫県光郡、後のくずの村で生まれる、1909年神戸市、バルモア英学院高等部卒、卒業後は、定身書機関補、小学校教員、内務省社会局、 中央協家団体連合会の各職宅などを務める。その後、第2本党を組織し、主催となり、引き続き同党を山と結びと解消し、主催を務めた。1942年の総選挙では、兵庫5区から非推薦で立候補して当選する。同選挙区では1940年に、衆議院で、市な事変処理中心とした。 質問演説を行ったために議会を除名された斉藤隆夫も、非推薦で立候補してトップ当選し、この選挙区では、定員3名のうち2名が、大政翼3会の推薦を受けなかった、非推薦の候補が当選した数少ない選挙区となった。当選後は、翼3政治会に入り、第日本政治会を経て、終戦後は、無所属クラブに加入した。 戦後の1946年の第22回衆議院議員総選挙には、公職追放のため出馬しなかった。追放解除後の1952年の第25回衆議院議員総選挙では、兵庫5区から無所属で立候補したが落選した。1973年死去。ありがとうございます。